板谷隆一8月20日から1991年9月1日は、日本の海軍軍人及び海上自衛官、海兵60機自席、海兵同期に、鈴木実、る、新藤三郎など、第7代海上幕僚長、第5代統合幕僚会議議長、農業、板谷忠正氏の次男として、佐賀県宮城郡中原村に生まれる。兄は、 真珠湾攻撃作戦時に空母赤木分隊長で第一次攻撃体制空隊長を務めた板谷茂。旧西宮城中学を経て海軍兵学校60期を自席で卒業。海兵自席のエリートながら日中戦争から太平洋戦争までほとんどの期間を第一線で勤務した。1937年8月9日に発生した。 大戦事件が殺害され、第二次上海事変のきっかけの一つとなったを受け、8月11日に大戦中尉の後任として、上海海軍特別陸戦隊府県第三、艦隊司令部府となる。8月12日に始まった第二次上海事変において、板谷は中隊長として、陸軍部隊進出までの苦しい1ヶ月を戦った。太平洋戦争では、北方作戦、 冷凍機械船など、常に洋上にあり、1945年4月の、戦艦、マトの沖縄特攻には、第二水雷戦隊参謀として、機関、矢作に上艦。米軍機の攻撃により矢作は沈没するが、板谷は海上を泳いで両艦の駆逐艦、摂風に救助され、生還した。戦後は、第二福音局博多福音人事部に勤務。その後、 自動車工場や東京のホテルのドアボーイなどの職を転々とした、海上警備隊発足と同時に入隊し、横須賀地方幹部訓練課長。海上警備隊が警備隊を経て、海上自衛隊に改組されると、海上幕僚幹部人事課長、第一護衛隊司令などを務め、1957年8月からアメリカ合衆国海軍大学校に留学。帰国後は、 海上幕僚幹部総務部長、護衛艦隊司令官、横須賀地方総監などの要職を歴任し、第7代海上幕僚長に就任した。その後、第5代統合幕僚会議議長を務め、1971年7月に退官。退官後は、三菱重工業顧問などを務めた。ありがとうございます。